はい、今日はそうめんの里に来ております。希望の糸、希望の糸、行ってみましょう。お昼ご飯です。そうめんの里の中にあるそうめん屋さんに来ましためっちゃうまそう。タイそうめん、まさかタイの煮付けと思えへんかったよ。すっげーうまそう。みっちゃんが梅そうめん、梅そうめんね。どこ梅入ってる、あ、これか。俺こう寝られてるんかと思ったこれはやばい、うまそう。いただきます。はい、今日は姫路の太陽公園という謎なとこに来てます。結構有名らしいけど、お城があるみたいなんで行ってみたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。土曜日やけどちょっと人少なめでええ感じです。子供喜びそうな感じのとこやな、うん、謎なクマさんがいっぱいいますね。モノレールが乗れるみたいなんで乗ってみよう。モノレール乗ってみた。白鳥城やったっけ、なんかドイツのなんたらかんたらっていうお城をモチーフに、シンデレラ城のモチーフになったお城の3分の2の大きさ。結構でかいよな、でも、うん、はい、太陽公園石エリア、うん、来ました。立派な凱旋門です。これモアイ像なん、絶対モアイじゃん。鳥はすごい。これはすごい。めっちゃおる。めっちゃおるで。万里の頂上に向かいます。ちょっと敷地広すぎて疲れてきたよ。40代にはきついわこれ。元気だ、40代全然いける。まだまだあります。なんかあの上の方大変なことなってるんですよね。楽しみやね。いやもうここ車通れんじゃんこれ。あーしんどい、あーしんどい。はい、エジプトはピラミッドに来ました。どうでしょう。ちょ、これやばいって。この敷地絶対あの高いやつもちゃうの、あの向こうにある。もう嫌や。もう嫌やで、ね、これ。あの悪いけどあっこは登らんよ、もう行かんよ。え、ここが限界ですか。そうですね、もう天安門で。さっき子供っちが同じこと言ってた。って同じこと言ってたよ。いやもう十分や。女の子とか言うてたよ。もう十分、もう十分、もう十分やわ。父さんに、うん、ここで離れたら、うん、あともっと大変やでって言われてたよ。あ、そうな、大丈夫、俺離れても帰れるから。迷子になればなるか、こんな。おじいちゃんはね、かたくなに行かないというので置いてけぼりにしてきました。しんどいぞ。もうそこら辺誰もないし、展望台ってあってから結構歩いたのに、まだ着いた。この先行き止まり、何かがあるわけでもなく、景色が見えるわけでもなく、もう一個のね、展望回路かなんかは先見えなさすぎてもうね、無理、無理、もうしんどいよ。汗バリかいてるやん。だから、行ったから。